どうも、グラフの三瀬です。いつもありがとうございます。今回はパンチショットの打ち方、これを皆さんに伝授していきたいと思います。パンチショットというのはボールをですね、バシンと捉えていくようなショットなんですが、これ、冬場はですね、非常に有効になりますので、今皆さんラウンドに行ってる方はですね、ぜひこれコースで使ってほしいんですね。どうやるか方法がありますが、結構やり方を間違えてしまっている方いらっしゃいますので、ポイント大きく2つありますので、ぜひそれを押さえてやってみてください。 私、三山は4000名の方が会をールで普段レッスンさせていただいてます。皆さん、本当に感謝します。大好きです。そして、動画を見てくれている皆さん、パンチショット、2つポイントありますからね。では、早速いきたいと思います。パンチショットっていうのは、まあ、ボールをパンチするようにバチンとね、えー、こう、打っていくわけですが、まあ、これは、振りの幅をですね、少しフォロースルー小さくというか、肩の位置で止めるような感覚。こういうイメージですね。ここで止まる。うん それはボールをですね、非常にこう強くヒットして、直進性このこうね、ある、そういうボールを打っていくような感じになります。そしてスピンがですね、結構かかります。ですから、低い感じなんですけど、ボールは止まるんですね。ですから、非常にこの冬場なんかはですね、風がビューッと強い、そういうケースがあります。そこで、この力をですね、発揮するパンチショットになっていきます。このパンチショットを打つポイント、大きく2つあるんですが、まずはですね、ボールを少し右の方に置きましょう。 このロフトがですね、立った状態、鋭角に入ってきて、ボールが前にですね、しっかり飛んでいくような、そういう状態を作っていくということが重要になります。そして、ダフってしまうと距離がガクッと落ちてしまいますので、極力ダフりが出ないようにするために、ボールは右の方に寄せていくということになります。ですから、この状態で、打っていくということですね。 で、二つ目としては腕の回転をしっかり使いましょうということです。え右の肘が折りたたまれてそこから伸ばされながら腕を回転させるんですねえ。なのでこの腕の回転がない状態だと、なんだか右にすっぽ抜けたような、ポワーンと上がって、 ポトッと落ちてね、全くボールが前に飛んでいかないようなショットになってしまいますし、ボールを右足の方に寄せてる関係上、回転が足りないと全部右にすっぽ抜けちゃうんですね。ですから、腕の回転をしっかり使って、打っていけば、ボールをですね、前にしっかり打つことができるわけですね。こんな風に。 このパンチショットはですね、低くスピンが効いた状態で、かつ直進性があるので、距離もしっかり出ます。そして、ボールもですね、右の方に寄せるので、ダフリが意外と出にくい。そして、腕の回転が足りない方が多い中で、これを意識的に使っていくということですから、非常にまあ、結果的にですね、メンタル的にもこれをやろうっていうね、そういう意識が芽生えますし、このショットとしても非常に冬場によく使う。 え、役に立つショットになっていくわけですね。右に寄せ、そして腕の回転を使って打っていくと、低くスピンの効いた狙いスましたようなショットが打てますよ。こういうパンチショットをですね、打てるようにしておくと、コースではですね、非常に有効に、ゲーム展開を、ね、進めることができます。有利にゲーム展開進められますので、使ってみてください。ライが悪い時なんかもね、 こういうパンチショット非常に有効になってますので、ボールを右に寄せ、腕の回転をする。それで、おおむねですね、振りの幅が途中でね、肩の位置ぐらいで止まると思いますので、距離的にはですね、ほぼフルスイングと変わらない、そういうショットになります。まあ、番手にもよりますけどね、8番や7番やそのあたりね、使うケースが結構あったりしますので、ぜひ皆さん使ってやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。